うわお。皆さんこんばんは。ちょっとお手紙を確認。突然クイズです。食べると安心するケーキは？安心するケーキ？ホットケーキだよ、パッチより。なるほど、ダジャレね。あ、こっちの手紙には美術品が添えられてるじゃないか。入ってたのは見事な名画なんだけど、果たして本物なのかどうか。これは書かれてる犬の数が少ないから偽物だな。いらないからタヌキ商店で買い取ってもらうわよ。あ、すみません。偽物の美術品は買い取ることができないんです。あ、ちゃんと偽物ってことが見抜けるのね。僕の弟子を騙すのは不可能だなも。そうそう、まだ美術館に寄贈してない美術品が結構収納に眠ってるのよね。今タヌキ商店で売れなかった見事な名画も渡したよな。そうだけど、豆粒にもこれくらいのリアクションをしてほしいわね。受け取ってもらえた美術品がどんな風に展示されてるか確認。あ、渡したばかりの古の彫刻が。これが古の彫刻か、随分と古い作品なのに綺麗に残ってるんだね。レイレイ、フータの仕事早すぎだぜ。ではでは、今日もラコスケを探すとしますか。ホタテ探しというよりもラコスケ探しというのが正解だぜ。なんかカニばっかり取れるんですが、これはかなり儲かりそうだな。ズワイガニは6000ベル、タラバガニは8000ベルでの買い取りですよ。リアルな世界で買うより安いじゃないの。霊夢さん、買い取り価格ってそういうものだなも。あ、やっとホタテゲット。それではありがたいお言葉を。実力テストでわかるのは一夜漬けの底力。定期テストだけ高得点の人は一夜漬けの勉強しかしてないって意味なのかな。まあ私は一夜漬けすらしたことがないぜ。テストの点数とか気にならないわけ？全く気にしたことないぜ。ただのダメ人間じゃないの。お、ちょうどいいところに新しく仲間になった住民がいるじゃないか。前回の住民厳選で4人も住民を入れ替えたのよね。霊夢？一体何をするつもりなんだ？いや、新しく仲間になった住民のリアクションが見てみたくなってね。蜂を押し付けるわけか。よし、ここはオイラに任せて、お前は先に行け。なんて言わないぞ。うおー、逃げろ、なんて。一瞬蜂を引き受けてくれそうだったのにね。ここはオイラに任せてってなんか少年漫画に出てきそうなセリフだぜ。あ、明かりのついた家があるけど意外と扉の前で刺されちゃうのよね。ちょっと弥生ちゃんに押し付けるのはダメだぞ。今こっちに来ないでいただけますか？はにょ。こちらがやっと仲間になってくれた弥生ちゃんよ。紹介の仕方が残念だぜ。あー、さ、され、さ。弥生ちゃんダッシュで逃げていったぞ。まだ紹介できてない住民が二人いるけど、また後でということで。お、マーメイドなチェアのレシピゲットだな。次の日、いたいた、新しく仲間になったみすずさんが、目がキラキラで可愛いぜ。あと一人が見つからないわね。それじゃあ先に今回作るものを決めようじゃないか。お疲れ様です。冬のレシピで公園を作ってください。公園はみんなが作ってるから逆に難しそうよね。霊夢さん、こういう要望もあるだなも。ウコアをメルヘンな感じのケーキ屋さんか、タヌキチのマイデザインを使った公園を作ってください。ももおも。なるほど、メルヘンな感じの公園なら作れそうね。あの霊夢さん、僕のマイデザインのことは？聞こえない聞こえない。公園を作る場所はここがいいかな。キラキラカフェの裏だな。まずは住民の家を移設。はいはい、毎度ありだなも。そういえば林コフの部屋の中が予想外だったんだけど、ハキハキ系の割におもちゃが好きそうだな。それと見てよ、このマグカップ、人参の模様がついてるじゃないか。馬といえば人参が好物ですものね。やっと最後の新しい仲間を発見したから、ここで紹介するわね。アイダさんの部屋はなんでエジプトなんだ？アイダっていうエジプトを舞台にしたオペラがあるのだ。名前の由来がそのオペラからだというのか。多分そうなのだ。積んだもん、解説ありがとうね。それじゃあ島くりをやっていくとしますか。ここの道も飾っておいた方が良くないか。道を飾る方法といえばあれしかないわね。道は街灯を並べておけばなんとかなるよな。できれば街灯の類は全部白を飾りたいんだけど、大量にリメイクしないといけないぜ。時間もお金もかかる大変な作業になりそうね。今日も改造さんは景気がいいだなも。それじゃあ丸い街灯とガーデンベンチを交互に並べていくわね。使う家具は2種類だけなんだな。タヌキ商店で買える家具をそのまま使うのを禁止してるからね。縛りがなかったら植物パーテーションとかを並べたいよな。まあこれだけでも十分綺麗に仕上がるでしょ。確かに雪景色に白い家具を並べるだけで綺麗に見えるぜ。じゃあ次は今回のメイン、公園を作っていくわよ。メルヘンな感じの公園にするんだよな。タヌキチ公園じゃないだなも。だってタヌキチ公園だと入園料が高そうなんだもん。入園料は無料で大丈夫だなも。何よ、その突然の太っ腹発言。入園料の代わりにジュースで儲けるから大丈夫。なので自販機をいっぱい置いてね。今の発言で自販機をあまり置きたくなくなったわ。とりあえず公園の柵を立てたんだけど、公園の柵だけだとなんだか物足りないぜ。間に他の柵を挟むか、低木を植えるかした方がいいかな。間に柵を挟む方が選択肢が多めだからいいと思うぜ。まあ低木を植える場合は今がシーズンのもの一択になっちゃうものね。で、その公園のど真ん中に何を作ってるんだ。ここには噴水を置くつもり。
公園の柵の間には氷の柵を立てることに決めたわ。氷の柵なら夜にちょっとした明かりになるからちょうど良さそうだな。ガーデンライト代わりに重宝するわね。それじゃあ真ん中に城にリメイクした噴水を設置。一番目立つ場所だから噴水周りの飾り方はこだわりたくなるよな。とりあえず座って記念撮影できるようにアイアンガーデンベンチを置くわね。噴水前のベンチは基本だぜ。派手に飾りたいからとっておきの家具を持ってきたわよ。ねえレイムさん、僕の公園なのに僕のマイデザインがないだなの。タヌキチのマイデザインはまた後で飾るわよ。楽しみだなも。それはそうとタヌキチ公園を作るなんて一言も言ってないと思うんだけど。言ってなかったかな。わかったわ。少しはタヌキチに喜んでもらえるようにするわよ。自販機いっぱい置いてくれるかな。もうちょっと家具を足したいかな。マイル家具多めだな。手前の柵の近くは背の高い家具を置くと公園の中が見えにくくなるから、アイアンガーデンベンチでも並べておくことにしますか。次は遊具かな。せっかくだから新しく仲間になった住民の要素も取り入れたいわね。スプリング遊具はバヤシコフの要素だよな。大馬さんだからね、バヤシコフは。あ、この奥にあの家具を飾るといいかも。あの家具って？メリーゴーランドよ。これで一気にメルヘンな感じになるぜ。タヌキのアトラクションとかあればタヌキチパークを作れるのに残念ですね。タヌキの乗り物はくくっても出てこないのだ。ってことは開発すれば全ての権利は僕のものになるだな。も需要がないから誰も作ってないって気づこうね。それじゃあ次は公園奥の飾り付け。スチールフェンスで入り口を作るんだな。公園っぽいでしょ。自転車での立ち入りは禁止だぜ。まあ今回の島くりでは自転車は飾れないから自転車での立ち入り禁止はあまり意味がないかもですね。雰囲気だけでも自転車禁止ということで、柵の間にはお決まりのピンクの椿を植えておくわよ。手前と奥とで柵の飾り付けを変えるのもいいと思うぜ。左奥にタヌキチの大好きな自販機を並べるわね。寒い時期のおすすめはホットコーヒーとコーンスープだなも。缶のコーンスープは中にコーンが残るのが苦手なんだよな。そうそう、中身をうまく食べる方法があればいいのにね。ではでは右側を飾っていくわよ。広場のゲーム屋台は可愛い家具だよな。タヌキチが経営してたら景品は一つも取れないでしょうね。いやいや分かってないな霊夢さんは。ちゃんとリピートのお客さんが来るように景品は出すだなも。僕が損しないように計算してね。タヌキチ社長は経営者として優秀ですからね。イーロンマスクやジョブズなんかも社員からあまり評判が良くないから、タヌキチ社長と似たようなもんなのだ。なるほど、成功する人は非常ということね。いやいや、僕は優しいタヌキだからね。ちょこっとゲーム屋台の場所を移動させたわよ。この位置の方が綺麗だな。もうお客さんがそりの上でくつろいでますね。ミッチェル君が公演をめっちゃ楽しんでくれてるじゃないの。あ、困った時のワンコの登場だぜ。母のぬいぐるみはかなり優秀な家具よ。このベンチの間にはあまり背の高い家具を置きたくないからバードバスを設置。やっぱり雪の公園には三段雪だるまでしょ。雪だるまは不可欠だぜ。どこに飾るんですか？入り口付近がいいかな。ピンク色にリメイクしたんだな。もう一つライトブルーリメイクも飾るわよ。左右非対称に置いたのはわざとだからね。あの霊夢さん右側の砂浜はどうするんですか？あ、やっぱり飾らなきゃダメかな？いつまで経っても砂浜の飾り付けだけは慣れないわね。あ、そうだよな。今回は公園の一部分として使うわよ。なるほど、それでジャングルジムの登場なんだな。それとこれかな。おお、タイヤ遊具じゃないか。砂浜部分はちょっと素朴な感じにしてみるわね。ふむふむ。ここに並べていくわね。夕暮れ時にみんなでタイヤ遊具に座ってエモい写真が撮りたいな。わ、私は参加できないんですが。しずえさんは仕事が好きだからね。タヌキ開発での仕事はあんまり。そうそう霊夢さん、僕の旗付き街灯をまだ飾ってないだなも。そんな約束した覚えがないんだけど。だって僕のマイデザインをいっぱい貼ってくれるって。旗付き街灯とは言ってないわよね。でも。あーわかったわよ。改造の兄貴のところに行ってリメイクしてもらうわね。と思ったけどブーケさんに呼ばれちゃった。あのブーケさん、せっかく霊夢さんがやる気になってるのに引き止めないでほしいだなも。はいどうぞどうぞ中に入ってね。なぜご招待しただなも。断れないたちなのよね。もしも予報が当たったらモロッカンなワンピースをプレゼントするね。懐かしのモロッカンなワンピースじゃないか。マリサがなかなか手に入れられなかった服よね。あたいが引いたのは7だよ。こんなの小さいを選べばほぼ勝ちでしょ。今回は無難な方を選ぶんだな。よし勝ったわよ。私の持ってない色なら熱いんだけどな。マリサこの色は、ナイスレイム持ってない色だぜ。タヌキチが怒る前に旗付き街灯をリメイクしちゃうわよ。カラーはピンク色を選んでくれるだなも。ピンクにタヌキチのマイデザインを貼ると可愛いでしょ。それでどこに置いてくれるのかな。もう置ける場所があまりないからジャングルジムの裏に設置よ。僕のマイデザインが潮風に揺られて可愛いだなも。あのレイムさん頭が挟まって抜けない人になってますよ。チェーンソーでジャングルジムをぶっ壊さないとダメなのだ。頭は無事なので今日作った場所を広め、道を進むとだんだんメリーゴーランドが見えてくるのがいい感じだな。ちょっとワクワクするわね。それじゃあ正面入り口から入っていくわよ。ふ
噴水広場は可愛く作りましたね。右側はあまり物を置かずにゆったりとした感じに仕上げてみたわ。ソリの使い方はこれで良かったのかちょっと不安だけどね。でもって苦手な砂浜はこんな感じ。僕のマイデザインがジャングルジムに被って見えないだなも。左側は林古墳にちなんで大馬さんいっぱいゾーンよ。では夜の姿もご紹介。冬の夜の公園はさすがに寒そうですよね。この針葉樹邪魔だから切ってほしいだなも。タヌキチのマイデザインは隠れてるのがちょうどいいということで。というわけで今回のファンアート紹介コーナー。今回のテーマは霊夢さんと純さんの新婚生活です。純くんの帰りが心配よね。純さんは僕と同じでモテるからね。純は全てにおいて魅力的だからな。僕もモテる辛さ共感できるだなも。タヌキチ社長のモテる理由は財産目的か。展開が怪しくなってきたので今回はここまで。次回もよろしく。もももー。